はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エイティブログです。私たちは今日ドライブデートに行きます。借りた車は何だったっけ？カマロ SS シュボレーの車を借りました。人生初のアメ車です。最近ドイツの車多いね。そう、 BM、 ベンツ、ポルシェ、アウディというわけで、レナさんの運転でどこに行きましょうか？今日は京都の伏見稲荷に行きます。安全運転でお願いします。もう怖い。行きましょう。じゃあエンジンスタートしますよ。はい。エンジンの付け方わかる？ブレーキ踏みながらブレーキどっちだったっけ？はい、じゃあ押します。ちょっとアクセル踏んでみればいいんじゃない？オッケー。じゃあやるよ。やめた方がいい。今タカの顔見れなかったけど、カメラの後ろでこうだったよ。みたいな。すごいじゃん。ウインカー間違えなかったじゃん。そう、私はもう外車に慣れたよ。なんか BM の i8 とかさ、最近アウディの r8 も借りたけど、そういうスーパーカーと比べたら乗り心地もね、柔らかいし。アクセルグッて踏み込まなければ気持ちよくスムーズに加速するね。そうだね。またトンネル来た。じゃあトンネル入ってきましたね。加速するよ。いいよ。すごい。音がやっぱすごいわ、アメ車。ロケットだよ。そうだね、もういろんな乗り始めたから。 GTR に乗った時に怖くて怖くて、うん、乗り心地はすごいよね。全然アメ車はそういうイメージじゃなくて。確かにアメ車もうちょっとなんかボロいイメージがあるただなんか内装はね、やっぱね、ドイツ車の方が高級感があって、ちょっとおもちゃ感があるアメ車は。パーキングエリア到着しました。まだ到着してない。厳しい山です。細かい音なんですよ。到着はちょっと違う。なんで私はタカに日本語を教えなきゃいけないの？ドイツ人はこういう細かさがあります。そうでしょう。結構生活は辛いです。何を言いたいの？はい、今は到着しましたよ。分かった、違い。はい、というわけで行きましょう。伏見稲荷にレッツゴー。出発。到着。雰囲気すごい。レストランとかいろいろある。入りました。豊川稲荷って言っちゃった。伏見稲荷。伏見稲荷大社。今着いたばっかだけど、タカはもう食べ歩きしたいと言ってる。お腹減った。で、濡れおかき。濡れおかき超美味しいじゃん。いや、よくわかんない。え美味しさがちょっとわかんない。レナにはわかんない日本の美味しさだよ、これが。はい、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。甘口とわさび醤油。あ、これ甘口醤油かな。うまっ。ん、わさびだった。甘口醤油かな。いや違う、これわさびだ。バカ舌は大変だね、人生。わさびの、うん、わさび醤油うまい。働いてる店員が私たちを見てるって言って登録して見てます。RT ですよね。惜しい。
でちなみにお稲荷さんだから稲荷寿司を食べなきゃいけないということ？うわうずら、うわ。おわ。食べれるんだこれ。今うずらとかスズメを焼いて売ってたけど。京都の名物らしい。食べた方がいいんじゃない？ということで豊川稲荷。なんか清水寺の入り口に行ってない？清水寺の入り口に似てません。似てない。ここの絵馬めっちゃ可愛いよ。可愛くない？書く？私日本語書けないからタカに書いてもらおうけど、 YouTube のチャンネル登録者が増えますように。LT ブログチャンネル登録者が増えますように。目指せ10万人でございます。皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで今2本道があるから、こっちは行き、あっちは帰り。というわけでこっちに行けばいいってことか。はい。で、雰囲気はめっちゃ、はい、何青か、青か、青か全部全部売りにすると、あの、もう何も進まないよ。はい、というわけでパカが終わりって言ってるけど、いやもうここが分かんない、100分の1。え、まだあんの？地図を見ましょうね。で、今ここ行って、ここで分岐があったところ、うん、この右を歩いて今ここだよ。で、こう行って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 こう。いいや大丈夫諦めると思ったよ、はい、この後ろに重軽い石、ここの前でお願い事をして、ここにある石を持ち上げて、自分が思ったより軽ければ願いが叶う、重たければより時間がかかる。何をお願いするの？タカが大人に投げますようにかな。めっちゃ重たかったらどうする？めっちゃ重たいと思うよ、多分。タカは子供のままだな。だるまがいっぱい売ってるね。伏見稲荷終わったから。終わりましたね。ちょっと食べ歩きする、はい、ここで稲荷寿司とスズメちゃんを食べる。あっちにめっちゃ焼いてる。スズメちゃんが来たよ。丸ごと全部食べれるって言ってたよ。全部食べれる。顔がついて、うわぁ、ほんとだ。めっちゃ怖くない？目が合ってるよ、俺。あれだよ、味付けが美味しいけど、骨だらけだ。うわ、味付けうまっ。そう、美味しいけど、ちょっと顔食べたくないなぁ。美味しくない？まあ、タレは美味しいから。いや、美味しいよ。ね。というわけで、稲荷寿司食べます。その方がなんか、はい、すいません、こちらが親子丼です。あの、愛知県の稲荷寿司と味が違う。全然、豊川稲荷で食べた稲荷寿司、うん、めちゃめちゃ美味しかった。はい、というわけでお腹いっぱい食べました。お菓子がまだ食べれるけど、もうお腹いっぱいで何も食べれません。あれ、ソフトクリームで止まっちゃったよ。美味しそう。うん、美味しい。はい、というわけでこれを食べてまた車に乗ります。伏見稲荷の動画が楽しかったな。いいねボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。